アレクサンダル一世は、ブルガリア皇。ドイツ名は、アレクサンダー・ヨーゼフ・フォン・バッテン・ベルク。バッテン・ベルク家の祖、アレクサンダーの次男として生まれる。父方のオバマリーが、ロシア皇帝アレクサンドル二世の皇后であり、父もロシア陸軍の軍人だったため、サンクトペテルブルクで育った。長じて自らも、父と同じく、ロシア軍人となり、 1877年から1878年のロト戦争では、ロシア軍将校として参戦している。ロト戦争の結果、ブルガリアにオスマン帝国を創始国とするブルガリア公国が成立すると、ブルガリア議会は1879年に憲法を制定し、欧州列強の承認のもとに、アレクサンダーをブルガリア公に選んだ。 アレクサンダルは1879年7月初めにブルガリアに到着し、ブルガリア港に即位した。アレクサンダル一世も、また、ロシア政府も自由主義的な憲法に不満を抱き、即位当初からアレクサンダル一世と議会とは憲法をめぐって対立し、頻繁に政権交代が繰り返された。1886年、震度派のクーデターによって一時亡命した。 クーデターは鎮圧されたが、ロシア皇帝アレクサンドル三世が帰国を認めなかったため、同年正式に退位した。1893年に36歳で死去し、ソフィアに埋葬された。ブルガリア皇は一時空位となり、スタンボロフ首相らが摂政として統治した後、ザクセンコーブルク号竹のフェルディナントが新たな、ブルガリア皇に選ばれた。退位後の1889年に、 オペラ歌手のヨハンナ・ロイジンガーと結婚し、一難一情を設けた。ありがとうございます。